はい、じゃあ、お化けドロ、今日もやっていきます。人間側でやろうかな。もう、もはや何回目かもわからないぐらい、結構お化けドロやってるんですけど、もうじき20ぐらい、今18、19ぐらいかな。まあ、後で見返すんですけど、多分そろそろ20回ぐらいやるんじゃないかな。マップどこ？あ、バッタン図書館。バッタン図書館。ここでマップが見られるということに最近気づいた私。だいぶ遅い。人間、アリーサ。安定のアリーサに、ちょっとこのエレガントライト、インスタ映え重視の、こちらの綺麗なピンク色のエレガントライト。さあ、来るのか？来るんですか？なんでだよ。なんでだよ。リトライが多いわに。さあ、来なさい。ピエロ、来た、ピエロ。C マイナス、始めたてか？始めたてなのか？私が助けるわ。私があなたをカバーするわ。私があなたをカバーする。他の二人来て。まだ？来た！なんて？ルカピ。なんちゃらルカピ。はい。A プラスの方。私と同じランク。これね、ランクでもね、あれなんだよね。多分、ルカピの方が強いと思うんですよ。私、活躍してなくても、これ経験値どんどん溜まってって、レベル、ランク上がっちゃうから、あんまりなんかね、ランク当てにならないんですよね。ランクが下がるっていうこともないしね。来た！センちゃん！あ、C マイナス。あら、もしかしてセンちゃんも始めたてですか、これは。いやー、ちょっと、どうなるか。まあ、私、油断しないですよ。C マイナス、ランクとかでもね、油断したりしないから。やはりね、こう、人間側ばかりやっていて、S プラスぐらいになっている方が、もう感覚分かった状態で、そろそろ初めてお化けでもやるかっていう C マイナス、ありえますから、これ。もう、こういうね、脅威お化けがいますからね。私は油断しないわ。センちゃん、行くわよ。さあ、継ぎはぎか。まあ、最弱と言われているけど、最強のお化け、継ぎはぎ。私も継ぎはぎばかり使ってますけど、最近。さあ、行くぞ。さあ、チルチル。とりあえず、これはね、固まってると一人捕まった場合に、もうまとめてやられる可能性があるんで。結構ね、そういうスタン時間的なものがないですから、これは。捕まえた後。お、ピエロー！ピエロー！私が助けるわ。私と、ルカピがね、これ助けますから。さあ、一回多分牢屋に戻ると思うんだよね。ほらほら、戻った。これは結構本当に C マイナスか。やはりそういう人間側で、こう経験を積んで、改めてというか、初めてお化けでもやるか的な、そういうお化けなんじゃないかな。逃げて、ありがとう。でも私はあなたを見捨てないわ。なんだ、ちびお化け。君は、ダメだ、ちびお化け。ここに来るんじゃない。でもなんかちょっと待って、牢屋。待って、センちゃん。センちゃん、そういうゲームじゃないぞ。そう、離れて。牢屋から離れて。あ！え、ちょっと待って 待って。これ C マイナスじゃないだろ、ちょっと。やはりそういう系のお化けだな、これ。やば。やば、ちょっとやばくない、これ。ちょっとお化けがね、離れてくれないとどうにもなんない、これは。ただね、見える可能性あるんだよね。結構周辺ぐるぐるタイプだな。これ無理にさ、助けに行かない方がいい説あるけど。見つかったか？ちびお化けがいたから。え？うわ、見つかったんじゃない？これ。戻るでしょ？戻るでしょ？よし。心理戦だわ。心理戦だわ、これ。ちょっと待って。助けに行きたいんだけど、ちょっと無理はできない。さすがに。ちょっと無理できないから、冷静。ここは冷静に。冷静沈着、北村春夫弁護士ですよ、私は。これでも。いや、これでもっておかしいけど、戻るだろう。ほら、戻るだろ。さ。ちょっと見づらいな、ここ。結構警戒してますね、ここ。じわじわ近づくぞ。お？結構離れたか？あ、帰ってきた、帰ってきた。じわじわとここでね。じわじわ近づきますよ。さあ、次離れた時が私の勝負どころ。さあ！おら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 、やばい！おら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 ！おら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 ！はっ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 は！危なかった。さすが冷静沈着ですね、北村春夫弁護士の遺伝子を受け継いではいないけど。よっしゃー。よし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 。なんとか。なんとかなったわね。なんとか。よし。サムネ。本棚でのサムネ。いいですね、本棚。ピエロ映ってる、ピエロ。ピエロって書いてる、頭に。
ちょっと捕まるか、ピエロ。ピエロ大丈夫か。あ、ピエロ！ピエロ！まだ牢屋のね、見張りが終わってないんで、ちょっと行けないんですよ、すぐには。すぐには行けないので、少々お待ち、あ？待て。あとでも20秒っすね。よし、行くぞ！勝負だ。あ、やべ。勝負だ、つげあぎ。すべてチェイスして死んぜよう。私が10秒のチェイスを。あん！よし！助けてあげて！やったわ！ルカピ、そこをついて、そこの隙をついて、やったー！なんとか、いい感じに。いや、でもあの、お化けはね、かなりやっぱ冷静というか、初めてっていう感じではないよね、全然。なんかもう一回捕まえたら牢屋に戻るとかっていうのが結構慣れてる感あったから、なかなか人間側での経験がありそうな感じなんだけど。よし！じゃあもう一回やるわ。調子がいい。今のは調子がいい。人間遊び愛好家のスタンプ。なんじゃそれ。アマネネツカサクラ。どういうことですか？アマネネツカサクラさんと A の方ですね。さあ、来るのか？時間帯、あ！回 ABCDX。どういうこと？スイッチ推しのプロ A+。なかなかランク高めの方が揃ってますね、やっぱり。一番ランク高い気がするのはね、この深夜というか、もう闇の時間ですよ。もう闇の時間になかなかゲームしてる人ってそんなに多くないというか、やっぱ限られるじゃない？闇の時間にゲームしてる層っていうのは。やっぱそういう方々は、かなりランク高い方もね、結構多いですね。お化けともに。人間も来た、ルイ！あ、全員 A 段階ですね。A と A プラスが2人ずつですね。さあ、あのお化けは、ワルルフみたいな、ああいう、なんかお化けは、本棚、すり抜けらんないんだよね。なので、この本棚を利用して、チェイスしまくって死んぜようと。まあ、そこがちょっとポインティングにもになる可能性はありますね。さあ、来た、ルイ。これ、ワルウルフと、まだ全然他にもいるよね。なんか、強化版みたいな。全然覚えてないけど、私、お化け側まだ全然ね、あんま集めてないから、お化けの知識があんまないんですよね。よいしょ。さあ、ここだとね、ちょっとチェイスしづらいな。どうした？カイどうした？もう一人追われてる？もしかして。もう一人が追われてるのか？これは。カイ、押し出さないで。押し出しじゃないのよ。相撲か。相撲なのか。あ、アマネネツカサクラいるじゃん。追われてるわけじゃん。びっくりした。見つけないで。いいですよ、見つけても。私は本棚を利用して、来たな、来るがいい。私が相手をして死んぜよう。いや、ちょっとおかしい。なんか歩いてないか。え、散歩してんのそれ。散歩してんのか。なんでそれ。ここに来て。君は本棚を本棚をすり抜けられないって聞いておりましたが、普通に捕まえました。ちょっと待って。ランタンもしかも間に合わなかった。やだー、無理ー。で、戻ってくるよね、多分。そう、戻ってくるよね。このあたりはやっぱね、人間らしいですよ。これ CPU だとまたちょっと違うんですよ。何してる？やめてください。やめてください。やめてください。あ、すごい。そんな上に。いいですね。上に。いいですね、それ。ちょっと。はい。いや、なんだこれ。撮影しましたってなったら降りてったぞ。さあ、どうなるかな。あと1分半か。あそこに1人と、あれ、もう1人は？もう1人おらん。え？ああ、あそこに2人いんのか。さあ、どうなるかな。逃げて、つっとくか。逃げて、ちょっとあの、やばくない？あっちの1人やばい。あ。ヘルプ、ヘルプ。あっちの子が今ヘルプって言ってるから、こっちの子が来て、来たー！あ、戻ってきたぞ。やばい、戻ってきたぞ。カイ、戻ってきた。ワルフ戻ってきた。おー。なんか、ランタンの音も聞こえなかったね。カーンみたいな。やばくない？一個は押したみたいな。あと一個、誰かが押してくれるのか？あれ？どこ行った？もう一人は？
貝、貝が捕まった。これやばいかもしれない。待って、何にも私できないまま終わってしまうかもしれないわ。戻ってくるよね多分。ここ勝負どころ。やべ、見つかってるぞそれ。アマネネツカサクラ見つかるぞそれ。見つかったんじゃないかそれ。お、慎重だね。逃げてでいいか、もうこの時間になったらこの時間になったら逃げてでいいかいや、カイ、カイ、カイどうした？何これ、アマネネツカサクラ逃げて。あ、やべ、行って、向こう行ったぞ。やばいやばいやばい。おら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 。あと10秒、あと10秒。どこ行った？ワルルフどこだ？あれ？アマネネツカサクラは？あそこだよね。え、カイ！あ、やった！ランタン！危ない！よくやったわ！私何もしてないっす、今回。いや、これはもう他の方々に助けられましたね、今回に関しては。もうギリギリ、もう完全に何もできず。ちょ、もう一回、最後、これで、最初のでね、終わっとけばいいんですけど、でも一回だけだとちょっと少ないかなと思って。二回目やったらこのざまですよ。もう一回やります。よいしょ。はい。さあ、来なさい。来るかな？これ、集まるかどうか。来た！タツルイコールタッツー。どういうことですか？闇間。はい。タツルがタッツーってことですね。S ランクだから相当よ、これは。さあ、お化けは来るのでしょうか？これ。あ、来た！ A プラス CPO。なんだ CPO は CPU みたいだけど、ちゃんと人ですね。ちゃんと人が来ました。CPO。何の略なんでしょうか ?CPO は。CPO。キャプテンお化けみたいな、そんな感じ？ごめん、つまんないわ。よし、行くぞ。CPO ね。また継ぎ上げなんだよね。継ぎ上げやっぱ使う人多いのかな？ゴールデン継ぎ上げが欲しいからやってるみたいな、そんな感じなのかな？CPO。星ついてる。CPU に見えなくもないな。よっしゃ、行くわよ。継ぎ上げだからって油断はできないわ。ブシュー。継ぎ上げだからって油断はしてはいけないわ。だいぶランク高めだったからね。来た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 。バレてんじゃね？おい、闇間、闇間！闇間、それバレてたよ、今。闇間どうしたの？何？スマホでもいじりながら、なんかちょっと目離してたとか、そういうことか。やべやべ。怖えー。よし。あ、あ、ロイヤ行った、ロイヤ行ってくれてる。いいぞ。ロイヤ行ってくれてる。いいぞ。ちょっとギリ、え、ちょ、待って待って待って、引きつけすぎじゃないそれ。ちょっと待って。今ギリギリまで引きつけた結果死んだのかな。ちょっと待って、待って待って。それは待って。おい、マジ来てないか。待ってね。どこ行った？今、こっち側来てなかった。待ってね。落ち着け。冷静沈着。北村春夫弁護士再び参る。じゃあ全然冷静じゃない飛び出しだったけど。え、あー、危ねー。広範囲で助かった。ランタン危ねー。ランタンかわされるような感じの動き見せてたけど、範囲が広くて助かった。範囲が狭いランタンだったら今の空振りしてそのままブーンっつって終了ですよ。即終了だったね。危な。あー、闇間、闇間、ランタン使うの？使うのってなんだ、使わないの？ちょ、闇間、闇間、ランタン使わない縛りかな。ちょ、やばいぞ、やばいぞ。いや、逃げ、闇間、闇間、ちょっと、やべ、足跡追われてんな、俺、純粋に。さあ、2分はチェイスできない、私は。今のうち、牢屋、牢屋、あ、まだ見張り終わってないのか。違う、タッツ違う、タッツマジで、タッツそういうことか。そこで、そして牢屋に行けということですね。わかりました。タッツかぶってる、タッツかぶってる、タッツそっち行って、タッツそっちお願いします。やべ、よいしょ。闇間行くよ。闇間しかもうランタンないから頼むよ。闇間、闇間、ファミマみたい。よっしゃ、危なかった。いや、わしか。いや違うか。いや、わしか。さあさあさあ、1分。やべ。ほっほっ、つしあっ、うおー、やだーやだー、あー本
棚に詰まったら悲鳴がすごい。やめて、許して、許して、やめて、お母さん助けて、お母さん、やめて。ち、あ、こっち通れるんですね、知らんかった。ダメー、もうやだ、助けて、ママー、ママー。辛い、もう親指つりそう、親指つるって、親指、親指が、親指が取れる、親指取れる、取れないけど親指親指取れるって、親指が、やべ、詰まった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 、タッツー、タッツー、やべ、タッツーに切り替わった、タッツー、タッツーやべえ、あー、あと3秒だったのに、あと3秒だったけど、だいぶ粘ったでしょこれは。あと3秒というか、なんかもうごちゃごちゃしすぎて見えなかった、もう誰が誰なのか分かんなかった、もうタッツーが継ぎはぎに見えてたわ。はぁ、親指がもう痛い。